さて、今度は作詞と作調ということについてお話したいと思います。先ほど目と耳に関して比較もしてみたわけですけれども、特に人間の場合、機械は心がありませんので、人間の場合、心、要するに心理的な要素にかなり影響されます。実際、物理量では測れない。そういうものが関係してくるようです。その代表的なのが錯覚というやつで、目の錯覚が錯視、耳の錯覚の方を錯聴と言います。よくあるのが2本の棒があって、どっちが長いでしょうかみたいなのがありますね。本当は同じ長さなんですけども、片方が長く見えたりするという、有名な錯視があります。でも、この錯聴というのは意外とあまり知られてないかもしれませんね。で、参考のためにですけど、とても面白いサイトがありましたので、それを紹介しておきたいと思います。これはイリュージョンフォーラムというものでして、ちょうど、リンクを貼っておきました。ですね、コンピュータリテラシーのところの人間とコンピューターですね。ここのところに、これです。イリュージョンフォーラム。このサイトですが、NTT の研究所が運営するイリュージョンフォーラムというサイトになっていて、主に錯視と錯聴を体験することができます。錯視というのは視覚の上での錯覚、錯聴というのは聴覚ですね、耳で聞く具合の時の錯覚ということになります。おそらくよく知られているのはこの錯視の方だと思いますね。例えばこの絵だと 2つのケーキ、見たところ手前が小さくて奥の方が大きく見えますが、実はこれ同じ大きさだっていうね、感じのものです。こういう非常に有名な錯覚、錯視ものっていいますけれども、今回、人間の感覚が簡単に騙されてしまうというような感じの事柄、あるいはその 自分が思ってたのとまた違うという事柄をいくつかの、例、特に錯聴の方でね、面白いのがあったので、いくつか紹介したいと思います。で、錯聴はここからね、いろいろありますけども、例えば、こちらですね。これ知覚的補完ってやつで、これがやってみると一番わかりやすいと思うんですけれども、例えばこれを聞いています。昔、あるところにおじいさんとお母さんが住んでいました。かなある日、り途切れ途おじい切れでさんは聞きにくいで屋すよ台ね。ばかりに、おばあさんは川へ洗濯に行きました。おばあさんが川で洗濯をしていると、かかみから大きく桃がどんぶらこどんぶらこなって出てきました。この桃太郎のね、その冒頭の部分、出だしの部分の朗読ですけども、途中でこう空白が入ってて非常に聞きにくい、途切れた感じになっていましたけども、それに比較してこの B というのを聞いてみます。昔、あるところにおじいさんとお母さんが住んでいました。ある日、おじいさんは山へ出かかりに、おばあさんは川へ洗濯に行きました。おばあさんが川で洗濯をしていると、川上から大きな桃がどんぶらこどんぶらこなって出てきました。ということで、さっきのその空白のところにノイズが入ってるだけなんですけども、 A と B 比べた時に B の方がかなり滑らかに聞きますよね。これ面白い現象だと思います。これ音韻修復ということのようでして、自動的にこの別の通用と挿入すると連続的に聞こえる。これも人間の聴覚の現象です。物理的というか、その音的には途切れた音であることは変わりないんですが、間が空白かノイズかによって滑らか度が違ったように聞こえてしまうというのは面白いと思います。これ音楽でやると、これエリーゼのためにですが、かなり途切れ途切れで聞きにくいですね。非常に聞きにくい、気持ち悪い感じがしますけども、これも同じ現象、ノイズを、空白のところにノイズを入れると、
ということで、まあ、ノイズが入ることによって空白の時よりかは滑らかに聞こえるということですね。これもやはり修復される例となっております。で、別の例を見てみたいと思いますけれども、そうですね、ちょっと戻りまして、ここにちょうど出てますね、この無限音階、これちょっと見てみたいと、これも面白いんですけれども、これよく出てくる無限階段っていうんですかね、これエッシャーというね、画家、これ作詞の画家で有名ですけども、どんどんこの階段登ってってんだけど、上に登っていかないみたいなね、同じとこ繰り返してるみたいな感じのことがあるんですけど、これ音階で作ったのが無限音階です。ちょっと聞いてみますね。で、これだんだん音が高くなっていきますね。半音ずつ音が高くなっていってるんですが、よく聞いてみるといつまでたっても同じ高さですよね。半音ずつ高くなっていることは確かなんですけど、なぜか同じところを繰り返していると。これ無限音階と言われています。これね、実は非常に仕組みは簡単で、いわゆる倍音というのね、特徴を使っているんですね。で、まあ、ちょっとここに作り方の説明が書いていますけども、1オクターブ間隔の、例えばドって言っても、その1オクターブ上、2オクターブ上、1オクターブ下っていくつかの同じドがあって、それを同時に鳴らしてもドに聞こえるわけですけども、その倍音のオクターブの含まれる割合を少しずつずらしていくと、ドのシャープ、レ、レのシャープってやっていくうちに、それでまた1オクターブ上のドに行くときに、その構成を元に戻すみたいな感じのことをしていくと作れるわけです。まあ、その作り方はね、何か別の機会に、サウンドか何かのね、授業の中で、紹介できると思います。そしてもう一つ、これですね、視聴覚統合ってやつですね。これは映像とそのグラフィックとそのサウンドが融合して、そのグラフィックとサウンド、どっちでは人間騙されやすいか、騙されやすいかというか、どっちに引きずられるかっていうことからです。最初にね、これ交差か反発かってやつですが、これちょっとムービー見てみますね。どうですか、この2つのちっちゃな長方形が動いてますが、交差しているように見えますか、衝突しているように見えますか。まあ、おそらく、まあ、これは人によるのかもしれませんが、多くの人が交差しているように見えますね。ぶつかって跳ね返っているように見えるんじゃなくて、交差して透き通ってというか、通り抜けていっているように見えると思います。で、それでですね、 B の方、これは音が入ります。これ不思議なことですけども、音が入るとなぜか反発して見える、反発というか衝突して跳ね返っているように見えないでしょうか。で、これ実はもちろん映像はね、全く同じです。 A と B 全く同じ映像なんですが、音が入ることによって反発しているように見えてしまうということですね。まあ、これも人間の感覚というのが、視覚と聴覚が統合して、こう認識されて、物事を認識してるんだなというようなね、ことがです。まあ、そういう意味で映像の中でね、サウンドの重要性というのがね、こういうのでわかると思います。で、もう一つ別の例ですが、これもですね、これ再生しますね、まずはね。ダブルフラッシュ錯覚ってありますが、はい。いいですかね。丸い円が一瞬出てきますね。で、注意して見てないと、まばたきとかしちゃうと見えないかもしれませんが、一瞬ピッっていう音とね、一回フラッシュされてると思います。で、B の方を見てみますね。B の方です。はい。ということで、円は何回現れたでしょうか。ということで、これやっぱり2回現れているように見えちゃいますよね。見えちゃいますよね。でも、これ、1個目の動画も2つ目の動画も実は一緒なんですって。全く同じ動画で、音だけが違うということで。で、これね、
ちょうど映像の映像というかな、動画のフレームレートとかね、そのところでやりましたけど、結構人間の目ってこの細かいところまで見れないので、その割には音っていうのは結構細かいところまで聞き取れますので、絵では全然見えないところが、まあ、音が音ならば結構分解能が高いので、まあ、音の方に引きずられるということだと思います。おそらくこのこれぐらいの速いフラッシュはそのフレームレートをめちゃくちゃ上げないと綺麗に出ないし、上げたとしてもあのフレームレートを、ね、たくさん上げたとしても人間の目がついていってないなんてことがね起こり得るんじゃないかと思います。ということで、まあ、あのいくつかの例を紹介はしましたけどもね、これ結構たくさんありますんで、ぜひ自分で調べていってか実際鳴らしてみてですね、試してみるといろんな面白い発見があるんじゃないかと思います。ということで、作詞と作詞を体験するイリュージョンフォーラムの紹介でした。